はい、最初の記事はこちらになります。はい、こちらです。ナスカ異星異人類ミイラとクリスタルピラミッドの謎ということで、ね、はい、ね、去年からね、そのペルーの怪しいところ怪しい遺跡から発掘され、はい、発見されたといわれる一連のミイラ、はい、そうです ね、こうどう考えてもホモ・サピエンスとはちょっと違う、うんうんうん、ね、目が大きいし指が3本で、はい、で、まあ、人間サイズのミイラもあれば、うん、17センチ、20センチってもう超小人並みのね、はい、そのミイラも発見されてみたいな。で、体の中にはなんかこうね、石が入ってたり卵っぽいのがあったりとかさ、で、皮膚がなんかこう鱗っぽい、はい、本当になんかね、鱗っぽくて指がこう長くてさ、鱗っぽいの、これレプテリアンじゃねえの、はい、ぐらいなね。そうですね、前回もね、まあ、並木先生がこの記事をなんでね、このミイラの主は地球人じゃなくて、はい、宇宙人じゃねえの。そう、絶対誰しもがそう思ってると思いますけどね。爬虫類人類、うん、爬虫類エイリアン、はい、爬虫類系エイリアン、レプテリアンではないかっていうふうに言われてはいるんだけど、実はこれね、DNA 検査もう分析が済んでるんだよね。その結果、はい、まあ、確かにホモ・サピエンスには間違いない。だから宇宙人ではないわけさ。ホモ・サピエンスなんですか。ホモ・サピエンス、サピエンスではあるんだけれども、はい、まあ、ホモ・サピエンス、サピエンスまでいくかどうかわかんないよね。というのもちょっとだけ違う、はい、ただもう全体的にはもうホモ・サピエンスだけ、地球人、もう一般の、ね、皆さんと同じ。3本でもですか。そこなんだよ、この指の関節の数も違うんだよね。あ、関節も、ただ単にね、その指がその3本だけっていうと、うん、まあ、ちょっとね、はい、先天的なあの異常が起こってとかね、うんうん、考えられたりするんだけれども、はい、それ関節の数が違うとかね。へー、でも1体だけじゃなくて何体も出てくる。それみんな関節の数がそう違うんだよね。へー、となってくると、もうひょっとしたらそういう人類がいるんではないか。はい、ね、で、もう一つはその宇宙人、異星人とのハイブリッド、ハーフだね。ハーフだと、エイリアンハーフじゃないの、ホモサピエンスの感じも出てくるってことですよね。よくあるじゃない、そのいろんな